俺はいわゆるチンピラさ。お決まりのキャラってやつだ。黙ってそのフューリーを渡すんだな。さすが、お決まりキャラであって随分つまらないお顔をしてますのね。あなたに差し上げるものはございません。けっ、なら腕ずくでいただくぜ、あんたごとな。そのお高く止まった顔が泣き顔に変わるのを見てみたいね。それは俺も見たい。誰だてめえら。このタイミングで出てくるなんて、あなたやっぱりストーカーね。まだ言ってるよ。あ、なんかあのフューリー前と違くねえか。あ、ほんとだ。なんでだろう。なんだこいつの仲間が。ええ、そうです。私のフューリーが欲しければ彼を倒しなさい。ストーカーさん、私の前でいい格好をできるチャンスですわよ。なんか最初に会った時よりさらに扱い悪くなってるような。行くぜ。いろいろ気に入らねえがやるしかねえな。うっとうしいぜ。ひゃっはっは。やらせてもらう。口ほどにもねえぜ。ん？結構お強いのね。見直しましたわ。お前本当に俺が分かんねえのか。もしかして記憶喪失か。違います、あなたの方こそ妄想癖がひどすぎますわね。でもまあいいですわ。それより一つ提案がありますの。私たちを下僕にしようって言うんでしょ。あら、物分かりがいいこと。私一人で旅をしていればさっきみたいな方に目をつけられてしまいます。どうですか、ストーカーさんにとって私と組めるなんて一番のご褒美でしょ。ストーカーじゃねえ、俺はファングだって何回言ったら分かるんだ。この鳥頭、いつまでもボケたこと抜かしてるとぶん殴るぞ。何ですか急に、乱暴なことね。でもちょっと新鮮。出た、ティアラのツンエム性質。ったく、感動の再会だってのにムードのないやつ。とにかくお前には聞きたいことが山ほどある。どこかに入ろう。聞きたいこと？私はファングさんにお話しすることなんてありませんけど。でも宿は必要ですわね。私の縁者が宿の経営をしていますから、そこへ案内して差し上げます。